ね、顔と顔がちょっともう近づくのはちょっとあれやろ。なかなか難しい。いや男同士なんかも考えられへんわ。え、どういうこと？やる気満々やん。ちょっと一回やってみよう。キスもしちゃってください。ホッペにヨーロッパ好きに。両方に。はい。イエーイ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 。距離感分かれへんから、ほっぺたからほっぺたに行く途中に唇をもう。さあ続いて、テンション上げ上げソング。誰のがれが？レディーガガ。レディーガガ。ポーカーフェイス。ポーカーフェイス。やば。やば。やば。どういう時に聞くのこれ？え、なんか着信音が、ポーカーフェイスで、したいから なんか鳴っても取らないんですよ。踊っちゃって取るタイミングをずれて急に流れるとふうってなっちゃう。自分のタイミングじゃなくて急にかかりだしたらもう踊りながら踊っちゃうから。急にかかったらテンション上がる。イエス。家でやってますね。でお母さんもこんな感じなんで。え、お母さんこんな感じ。レディーガガの感じ。レディーガガじゃなくても普通に日本の曲でも踊り始めんで、二人してパパがずっとこうやって好きな人とおる時とかさ、誰かから電話があってきたらさすがにそこはせえへん。やりますよ。逆にやりますよ。元気だねって言われる。いやわ、俺急に踊り出す子ガーッとええ雰囲気になってて、さあっていう時にガーッてなるわけよ。なんでそのタイミングやん電話がいつくらいかかってくるか分からへんよ。